おといネップ村。おといネップ村は、北海道上川地方北部に位置する村である。2012年現在、道内で最も人口の少ない自治体であり、2012年12月に、カモエナイ村の人口が1000人に割り込む前までは、唯一人口が1000人以下の地方公共団体、北方領土の村を除くであった。森と匠の村を標榜し、 豊富な森林資源を生かした工芸による村を起こしを推進している。上川総合振興局管内の北部に位置し、南は美深町、西は中川町、北は宗谷総合振興局管内の中頓別町、東は道管内の江差町に接している。手塩川が南から流れ、オトイネップ側と合流してからは西へと向きを変えて、村域を貫流する。 手塩川に沿って、旭川市と湧内市を結ぶ国道40号、JR 北海道宗谷本線が通る。中心市街であるおといネップは、村域のほぼ中央、おといネップ側と手塩川の合流点にあり、国道40号と国道275号の分岐点となっている。かつては、JR 北海道天北線も国道275号に沿うように北へ伸びており、 日本海とオホーツク海、そして上川中央部をつなぐ交通の要衝であった。村の南東端にある箱竹付近から区東別、沢川、ペンケサックル川、パンケサックル川などが整流して低潮川に合流している。これらの川の下流部にあたる南部の先来、サックル地区には平地、あるいは緩やかな丘陵地が広がっており、落農や畑作が行われている。 残りのほとんどは緩やかな山地で山林が村域の8割を占めている。山林の大部分は道有林で北部に北海道大学の研究林がある。内陸の気候で夏と冬の寒暖の差が大きく冬場は非常に寒冷な気候である。夏場は約摂氏30度、冬場は約摂氏30度にもなる。また北海道内有数の特別豪雪地帯で、 降雪量が凄まじく、1シーズンで10メートル以上に達する。最も深い積雪量は、日本の成人男性の平均身長をはるかに、上回ることもある。アイヌ語の、オトイネ、オートーンンーに由来し、川口の濁っている川あるいは、川尻を歩くと泥んこである、もの、川の意される。うち、前者は、オトイネプ川が、 手塩川に合流する地点が泥で濁っていたことからの命名とされる。おとネねっぷの名が初めて登場するのは1797年、完成9年の、正吉並西江戸地名祭記で、おとえごふと表記されている。当時は、手塩場所に属していた。1857年、安政4年に、松浦四年に、松浦武志郎が、手塩川流域を訪れ、 現在のオトイネップ村長島付近で、アイヌの長老のもとに宿泊。それにより、アイヌによる北海道、エゾ地の通称、カイナーの意味知る。カイはこの国に生まれたもの、ナーは損傷であった。アイヌと深い交流のあった、松浦武四郎は、エゾ地を命名する際に、アイヌの国を意味する、カイを取り入れ、北海道とウナを提案。これが後に、北海道となった。しかし近代から、 現代のアイヌ語研究では、会に、この国に生まれたものという意味は見出せず、この記述は謎の一つとなっている。北海道名称も参照。1896年、明治29年より始まった旭川より北方への剣道建設は、1904年、明治37年の常磐駅停所。 現在の先来地区の開設によりようやく現在のおといネップ村域に到達した。この時、液体取扱いのおさむら周がこの地に移り住み、これがおといネップ村の回帰となった。翌年には五両農業地の貸付に応じた小作32個が入植した。以降対象に入るまでに約200個が村内各地に入植した。1912年。 大正元年11月、国鉄手塩線、現在の宗谷本線の名寄ろうトイネップ間が開通し、先来駅とオトイネップ駅が設置された。オトイネップ駅周辺は、手塩川水運と鉄道の結節点として、また、伊北の鉄道建設の拠点として、急速に発展し、市街地を形成した。1915年に、北見線、後の天北線が、 1922年には、手塩線が、オトイネップイ北へと延伸すると、両線の分岐する鉄道の町として、発展を遂げていった。最盛期は、人口5000人のうち3割を、国鉄関係者とその家族が占めていたという。しかし、国鉄の合理化、1980年代の、国鉄分割民営化、天マ北線の廃止、1989年と、駅業務の縮小。 それに伴う職員の首都圏への移動などにより、人口が激減した。1971年、昭和46年、村では過疎化対策として、第一期総合計画を策定、手塩川温泉の建設、温井富士スキー場整備などを行った。1981年、昭和56年には、森と匠の村を標榜した第二次計画を実施。 1978年、昭和53年よりおさしま小学校後に彫刻家、砂沢ビッキがアトリエを構えたこともあり、豊富な森林資源を生かした工芸の村としての活性化を目指した。普通科であった村立をトイネップ高等学校に工芸教育を取り入れ、1984年、昭和59年には、北海道で唯一の全日制工芸科高校へと学科えした。 現在の北海道おといネップ美術、工芸高等学校。また、村内各所にトーテムポールをはじめとする木工作品が設置されている。基幹産業は農業、林業、蕎麦生産の北限地。かつてはおといネップ駅から天北線が分岐していたが、現在は廃止されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。